グローバリー株式会社し、2005年3月期は、営業収益で約124億円、経常利益で約22億円を上げていた。その後、諸問題もあって2005年11月1日に上場廃止となった。株主優待として、金貨贈呈制度を設けていた。商品先物取引業からの撤退後は、ビル管理や賃貸マンションなどの仲介業務といった、 不動産業へ転じたが、2006年4月28日付で、株式交換により、実質オーナーが経営する会社である、ジャパンプロセルの100%子会社となり、2007年6月1日付で、同社に吸収合併され、ニューザックと称号が変更された。取引上の苦情相談件数が、廃業した東京ゼネラルに次いで、多い商品取引委員であった。2000年には、 グローバリーの違法な営業行為によって損失を被った顧客が大け県で登録外務員を殺害するという事件も発生した。このほか中日新聞などによると、グローバリーは2001年1月24日、25日の経乱市場でストップ高になった馬説のセルが終了した後に、売買付け出しと呼ばれる申告売買をし、その申告売買において禁止されている。 自己玉の新規買いの注文があった。この同社の違反行為に対して、中部商品取引所は、同年7月11日に開いた、臨時理事会において7月16日から2002年10月末までの、経卵市場における、自己売買の禁止7月23日から27日まで5日間の、同市場での取引受託業務の禁止課題5000万円を課す処分を決め、当時同社出身で、 取引処理時であった役員は理事を辞任した。同社については、経済産業省と農林水産省が2005年4月27日に商品取引処方に基づき、同年5月10日から6月23日まで顧客との取引を停止する処分及び業務改善命令を出した。その後の立ち入り調査で顧客の担保金の返還を拒否するなど悪質な法令違反が発覚し、 6月24日から9月16日までの営業を停止する追加処分が行われ、さらに商品取引処方違反の容疑で刑事告発を受けるに至った。このため顧客の流出や従業員の退出が止まらず、2005年9月30日付で商品先物取引業務及び商品投資販売業務を廃業し、同年10月ドットコモディティへオンライン事業を譲渡した。 また、これに代わる、新規事業の立ち上げの目途も立たないことから、グローバリー株式は2005年11月1日をもって上場廃止となった。上場廃止と同日の2005年11月1日に、愛知県警は、グローバリーの社長、専務、元常務及び常務取締役経理部長の4名の経営幹部を監督官庁への虚偽報告の容疑で逮捕し、 長年経営トップを務めた元会長自宅の家宅捜索を行った。2006年3月12日、名古屋地方裁判所は被告4名に対して執行猶予付の有罪判決を言い渡した。倒産時に顧客名簿が流出し、名簿業者を通じて転売されることで詐欺に悪用されるケースが増えた。倒産時はすでに個人情報保護法の施行後であり、会社資産として、 顧客の個人情報を売却することは違法行為で、あるにもかかわらず、金融機関において生産時のモラルが失われた状態となったことは、非難に値する。かつて女子陸上競技部では、監督に牧原を育てた藤田信幸、選手にアテネ五輪の女子マラソンで金メダルを獲得した野口水木らが所属していた。実際に野口が金メダルを獲得した際には、 当時の梶谷や会長が報奨金として5000万円を支払う意向があることが報道された。またその直後には同社の株価が3000円台にまで上昇した。だが一連の騒動の影響を受けて2005年11月いっぱいでの廃部が決まり、監督、選手らはシスメックスに移籍した。陸上競技以外でもボブスレーオリンピック日本代表、鈴木博士も所属していた。 ありがとうございます。